こんにちは、モケモケです。白峰です。今回は機体改造の説明での登場です。序盤と違って機体改造が増えてきたね。ある程度まとまった資金ができているので、残金に余裕を残しつつ新規加入のユニットを改装していきたいと思います。全部使っちゃうと、率先して使いたいユニットが仲間になった時に思うように改造できなくなるから、資金を残すのは大事だね。さて、今回改造するのはアウセンサイターになります。前回加入したばかりの機体、まずは武器を5段階改造し、あとはエネルギー、運動性、照準値を5段階改造です。アウセンサイターは結構ダメージ食らうけど、装甲とかは改造しないんだ。元の HP と装甲が高めなので、素の状態でしばらくはしのいでもらいたいと思います。さて、今回の改造も終了したところで、第23話スタートです。
てるなんて、なかなかやるわね。やらせないって言っただろ。もらったぞ、インパルスキャノン。俺を甘く見るなよ。この間合いならば切り裂け、シューター・プラッテ。ここまでのダメージを受けるとは。お前はここまでだ。動き読むのは一瞬で十分。私を甘く見るのは遠慮していただこう。生まれ変わったゲシペンスの力見るがいい。ツーウェイキャノン、行け。脱出する。今までの連中と同じにするなよ。ノーマルタイプとは一味も二味も違うんでな。イエローゾーンなのよ。そこだ、ブラッティーレイン発射。うわっ、一発や二発食らったぐらいで。何、損傷率 70% だと。仕留める。狙いどころが分かればさ。そこだ。狙いだけが良くてもな。次は俺の番だ。もらったぞ、インパルスキャノン。こちらの装甲では止められんのか。
くぞ。エールシバリアに追いつけるものか。よし、その礼をさせてもらうぞ。落ちろ、フラッティレイン発射。まぐれあたりで調子に乗るなよ。な、何、総勝率 70% だと。ここにいるのなら、インパルスキャノンセット、いけそれぐらいでなければな。お前たちはここで終わりだ。エールシバリアに追いつけるものか。やらせないって終わらせるつもりはない。フラッティレイン発射。70% だと。俺が相手をしてやる。これぐらいファルケンなら余裕よ。これ以上はやらせん。逃げられないわよ。拳一つで戦えるとは言わない。モードセット。シュート。だが拳一つを甘く見るなよ。まだだ。まだ貴様に屈したわけではない。交代する。消えたら反撃開始だ。モードセット。うまくやるんだから。
ここまでは牽制だ。これが本命オングレンジモード打ち抜け。これ以上食らったら必ず戻ってくるぞ。油断したら逃がさん。拳一つで戦えるとは言わん。シュート。ああ、拳一つを甘く見るなよ。俺を止めることはできない。ここまでのダメージを受けるとは。俺が相手をしてやる。これぐらいファルケンなら余裕よ。ファルケン、そこを動くなよ。あっちに追いついて。オクスタンライフルシュート。ここまでは強制だ。オングレンジモード打ち抜け。なんとしてでも奴を止めてみせる。おのれ。お互いの差を教えてやる。パターンは読めた。ならさ、エールシュバリアに追いつけるものか。離脱が遅れたな。もらったぞ、インパルスキャノン。レベルの低い相手だな。このラプターは一味違う。ブレードサイドセット、パターンセレクト。これでシーケンス RT アレンジ。
棄する。悪くない距離でございますです。切り裂く、切り裂け、シュータープラッテ。よし、くそ、機体を破棄する。生かして返すか。予想以下の攻撃力だな。行くぞ。ツーウェイキャノン、行け。くそ、機体を破棄する。イエローゾーン、縛りや、もうすぐブルーに。いや、今すぐ仕掛けるぞ。バーストレイルならばアンラックシュート、グラビティボード、ガンモード連射。まだ相手をしてもらうぞ。当たってたまるかよ。仕留めてみせる。損傷警備、戦闘に支障はない。先ほどのデータ、応用させてもらおう。応用させてもらう。この剣を受け切れるか。シュリタープラッテ。そこ、いいとこ狙ってきたな。同じ手はもう通用しない。ここまでか。脱出だ。
今までの連中と同じにするなよ。狙いどころが分かればさ。このまま遅らせるつもりはない。ファンググリル解放。 D エンジンオーバーブルー。イグニション行くぞ。バーニングブレイカー砕け散れ。サイファーソードシールド。直撃だと。お前たちはここで終わりだ。普通の訓練をしてきただけじゃないの。そう来ると思ったぜ。あなたの癖は大体分かったわ。交流戦隊の突起か。望むところだ。次の行動パターンを予測しちゃったりなんか。調子が。今一度かけろ、トロンベオ。ターゲット、インサイド。叩く。データを取らせてもらったぞ、ダブルチー。前に出過ぎでございますですわね。なんてかもね。超人戦闘。イリュージョンアロー。ここまでか。脱出だ。
てみせる。このまま敵を引きつける。エルシュバリア、やれるはずだ。俺とお前なら。もらったぞ、インパルスキャノン。お前たちはここで終わりだ。どう？安心して戦えるでしょ。機体の性能だ。自慢してどうする。ユシフェンスの実力を見せてやる。ハルケネ、シューティングモード。スタンダイする。続けてスプリットミサイル。荒れる展開、ロックオン。吹き飛べ。ターゲット再確認。流星みたいにやってみる。ラプター、ダブルジャンバー。ターンガチャに単純な動きだな。ターゲットロック。己の力を生かしきれていないようだな。
お前ならば。この言語モードは使えんな。小生がお前の運命を導く。まずはこちらだ。リミット回避、コード入力。行け、ファントムフェニックス。受けよ。コロンベ、今が駆け抜ける時。打ち抜く。阻むものなし。ダブルGめ、なんというパワーだ。こっちの攻撃は受け流しつつデータを取らねば。ダブルGと共同体出身者の組み合わせは申し分ない。ターゲットロック。この程度の損傷なら戦闘行動に支障はない。これでとどめよ。ファルケンの力見せてあげるわ。オクスタンライフルモードセット。使用時だな。このスピードについてこられるか。これだけの高速サンダーかわせまい。ノーマルタイプとは一味も二味も違うんでな。油断したら逃がさん。続けてスプリットミサイル。展開ロックオン。吹き飛べ。チェッ、制動ミスか。スピードが出すぎるのも考えものだな。ローブ衝撃砲1番、2番、攻撃用意。さよ、フェーブーストを使えば、この程度の攻撃だぞ。エガリオンを傷つける者は排除する。ゼロナインセット、ファイヤー。
様、攻撃に専念しろ。待って、やれるはずだ。イエローゾーンなのよ。ハンググリル解放。バーストレイブならば E エンジン、オーバーブルー、グラビティボード、イグニション、いくぞ、バーニングブレイカー、砕け散れ、ガンモード連射、ベガリオンを傷つける者は排除する。これだけの高速戦だ、かわせまい。俺を狙ったところで、兄様の作った機体を落とさせるわけには。エガリオンを傷つける者は排除する。ホーミングセット、ファイヤー。俺だってこれぐらいは。友のリゾートコード、イリュージョンアロン、調整がお前の運命を導く。まずはこちらだ。狙いはバツさん、受けよ。ゴロンベ、今が駆け抜ける時、撃ち抜く。阻むものなし。兄様、私は
私は